はい、おはようございます。ラツカラでございます。本日はですね、久しぶりに自作のねラーメンを作っちゃいました。というのも、僕のね動画とかでも何回か食べているゴールデンタイガーさんの TKM っていうメニューがあるんですけど、いろんなお店さんがねそちらの TKM をリスペクトしてオマージュしたメニューがいろんなお店でね売られているんですけれども、たまたまねこう SNS を見てたら、以前からお世話になっている村岡屋さん、こちらのお店でね TKM ぶっかけバージョンという夏にぴったりのね TKM を見つけてしまって、もう我慢できないですから自分で作っちゃおうと食べたことがないので完全な想像にはなってしまったんですが、自分なりにはいい感じに完成いたしましたので、ぜひねちょっと動画の方でお楽しみいただければと思います。で、今回のね調理工程、うちのチビちゃんとかがねリビングにいる状態で作ってあるので、もうね途中の説明とかなしで急に作っております。なんで皆さんびっくりしないようにお願いいたします。ということで早速調理編の方に移ります。まずお水を 2.5 よいしょ、はい、ここに鰹節と、よいしょ、ざっと量は適当に、煮干しを少々、煮干し少々、少々、ヘイ、はい、で、これで火をかけて、だいたいね、お湯がポコポコいってくるまで、まあ低めの温度で、だいたいね90度ぐらい目安で1時間ぐらい煮ていきます。返しはと、まずお醤油。はいはい。よ。で、お醤油が250の、みりん酒が半分の125ずつ入れていきます。今回はね、おうどんとかのぶっかけうどんとか、そういったものをイメージしてるんで、和風っぽくなるように、このね、干し椎茸、こちらも、ちょこちょこっと入れていきます。で、ここに旨味調味料、よいしょ、で、こちらも加熱と、お醤油がね、煮立ったらこちらは終わりですね。あまり手間はかけません。今日はお醤油の方は今アルコールが飛びましたんで、このぐらいで。だいぶこっちは煮立ってきたんですけど、アクが出てきたんでね、しっかり取ってあげてください。で、醤油が終わったんで、香味油作ります。で、今回はね、冷やしで作るので、動物性の油で香味油を作ると固まってしまうので、今回はこの、しらしめ油を使っていきます。今回香味油にする具材が、このね、大葉ちゃんでございます。まあ、これ、ぶっちゃけ合うかわからないです。まあね、スープにカツオと煮干しを使っていて、ちょっとね多分臭みが出るとは思うので、このしそ油を使ってその臭みを少しね取ろうかなと。低温でゆっくりと揚げていきます。はい、そしたらこの香味油、よし、もう香りが移ってきたので、こしてね冷やしていきます。香味油はこんな感じでございます。ほんのり緑がかってなんかオリーブオイルみたいな、そんな感じになっております。はい、ということで今ねスープを炊き出して1時間ほど経ちましたんで、これをね一旦こしていきます。煮干しの風味ってね、あったかいと風味がすぐ飛んじゃうんで、これをね水にさらして熱を取っていきます。よいしょ。ってことで今ねこちらのスープと醤油の返しに香味油と完成いたしました。ただね、今ね、醤油を味見したところ、ちょっとね、まあ、まだ角があるというか、なんで、もう、椎茸の香りは移ってるんで、もうこの椎茸は捨てちゃいます。で、ここに、この、昆布と、昆布入れてと、はい、これでね、下準備は完成でございます。3種ともキンキンに冷やして、明日こちらの3種と麺を合わせてね、ぶっかけ TKM 風の一杯を作っていきます。それではまた明日。はい、ってことで1日が経ちました。早速ね作っていこうと思うんですけど、まずはねトッピングの準備をしちゃいたいと思います。まあトッピングって言ってもこのネギを切るだけなんですけどで、また味変としてねレモンも切っていきます。そいで昨日作ったスープと醤油の返しですね。まあちょっと順序が違うんですけど、今回はもう先にこれ醤油入れちゃいます。こっちに。よ。
はい、ってことでトッピング等はね、すべて終わったので麺を茹でていこうと思います。今回使う麺はですね、こちらでございます。このスーパーとかでもね、よく売ってる麺ですね。これね、うまいんですよ。で、こちらの麺はね、茹で時間が4分なので、まあ、表記通り作っていきます。1袋、2袋、3袋、4袋とよいしょ。1袋あたり 520g 入っているので、茹で前で 2080g 今回は使っております。ほい、 OK でございます。麺あげるよ、麺あげるよ、あったあった重た、はい、よいしょ。今日も氷水と流水でね、しっかりと締めていきます。こうやって麺をこすり合わせて、ぬめりをね、しっかり取ってあげると、よりね、麺の旨味がこうギュッと凝縮するような感じですね。はいと、OK。はいはいはいと。今回はね、こちらの器を使っていきます。まずは、ここにね、締めた麺を全部入れて、量多くね。めっちゃ多いな。で、先ほどこれ作ったね、スープを、ギュッと。全部かけてちょうど良さそうだな。いい感じだね。で、まずここにね、買ってきた味玉を、ボコボコっと。で、ネギを全部かけまして、かつぶしゃんを、ざっと。で、最後これ、真ん中開けまして、これ、もちろん TKM なんで、卵をね、このまんまいきましょう、これ。はいっと。ってことでどうでしょうか、ぶっかけ TKM、 こんな感じで完成いたしました。まあ、香味油はね、味変用として後ほどね、かけて食べていきたいと思います。それでは早速ね、向こうの部屋に移っていきましょう。はい、ってことで完成しました。夏らしくていいね、こういうメニュー。めちゃめちゃうまそうでございます。じゃあちょっとね、伸びちゃうといけないので早速いただいていこうと思います。いただきます。ちょっとまず普通に麺だけでいこうか。てかスープどうだろう。あ、うん、いいね、だし効いてる。カツオがね、効いてるんですけどね、後味にね、煮干しのこのえぐみが来るのでね、いい、なんかいいよいしょ。そしたら麺を、うん、うまっ、うんま、これ、さっぱりしてる。ちょっと味玉と、うん、早速ね、TKM、卵かけ麺なんで、ちょっと卵溶きましょう、卵。うわ、うまそう。ちょっとこれ、スープと一緒にね。あ、うまっ。これうめえ。僕も村若屋さんでこのメニューを食べたわけじゃないので本家を知らないんですけど、うまいよ、めっちゃうまい。卵で薄まるんで、もうちょっとね、気持ち濃いめに作ってもよかったなとは思いますけど、うまい。じゃあちょっとこの作った香味油かけてみましょうか。せっかくだし、うん、うん、あ、これはこれでありだな。うん、
なんか一気にラーメンっぽくなっちゃった。うん、清涼感があって、最初はねすごいシンプルなんですけど、やっぱね香味油入れると味の奥行きっていうのかなが出るんで、よりラーメンっぽさが出ますね。ちょっとこれおにぎりも買ってきたんで、おにぎりも食べよう。うまっ、うん、お出汁効いてるんでうまい、合う。うん、ちょっと香味油もうちょっと入れましょう。これ混ぜないとね。ちょっとね、味変にこのわさびを、よいしょ。このわさびはね、あの本家ゴールデンタイガーさんの TKM にもねあるトッピングなんで、これ絶対うまいと思う。うん、あー、いい爽やか。合うな。レモンの味変も使いましょうか。あー香りいいね。爽やか。こっちも、うん、レモンも合うけど、今回作ったその香味油、シソ油がちょっとね香ばしさが強いから、それにねかき消されてる感じ。レモンはねいなくなっちゃう。ただね、そのレモンの風味、味っていうのはなくなっちゃってるんですけど、後味のねこの味の抜け感っていうのかな、それは入れる前よりもやっぱ爽やかになってるんで、多少ねこのレモンの風味は生きてるんだと思います。行っちゃいましょうか、この子ね、もうなくなっちゃうから、うん、やった、うめえ。よし、じゃあ残りもねもうちょっとなんで食べちゃいましょうかね。レモン追加で、うん、ちょっと酸っぱい、そしたらこれが最後の一口でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで本日も無事完食いたしました。いやこれねめちゃめちゃうまい。想像でね作った割にはもう100点満点とか、もう大成功でございました。まあもともとね TKM 自体がシンプルなメニューにはなるんですけれども、シンプルだからこそこうアレンジもしやすいですし、手の加え方でもうガラッとね印象が変わるので、改めてね奥深いメニューだなと思いました。ぜひ皆さんね気になった方はお店にね食べに行ってみてください。絶対感動すると思います、うまいから。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。
じゃあね。